はい、どうも、ジュンです。今日はですね、アウトランダー PHEV ネタなんですけど、アウトランダー PHEV モニターっていうのがですね、新しく出たんですよ。今までもあったんですけど、今度はね、有機EMの液晶になったりとかして、少し新しくなったということで、それをね、ご紹介をさせていただきたいと思います。車で、今の PHEV 一応入院中なんですけど、入院前に撮影した映像があるんで、そちらをね、見ていただければなと思います。で、その前にですね、何度も告知してますけど、今年の9月30日、東京の飯田橋の方で、よっちゃんさんとか、うずさんとタラさんと自分と4人でですね、映像制作セミナーっていうセミナーを行いますので、こちらね、出しておきますけれども、もしよろしければ概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらの方から、詳細見ていただければと思います。先に告知をさせていただきました。ということで、PHEV モニターのね、動画をご覧ください。どうぞ。はい、どうも、じゅんです。今日はですね、ちょっと iPhone で撮影してるんで、ちょっと画質は、ちょっと微妙かなって感じはするんですけれども、今日はですね、このアウトランダー PHEV のパーツをね、ご紹介したいなと思いまして、やっと動画を撮影しております。Twitter とかで随分前からね、ご紹介してたんですけど、今回ご紹介するのはこちらです。PHEV 用のハイブリッドモニターのご紹介です。これ何かっていうとですね、バッテリー残量を数値化して見ることが可能なんですよ。バッテリー残量とか、あと今流れている電流だったりとか水温計とか、あとエンジンの回転数とか、あとはモーターのトルク配分なんかも、見ることができます。かなり便利なパーツになっていて、こんな感じのね、モーターとエンジンの制御になってるかっていうのも、これを見ながら運転してるとよくわかるんですよ。なので、低燃費にね、つなげることもできますし、まあ楽しいということですかね。こんな感じでですね、これがね、新型のハイブリッドモニター。こっち新型ね。こっち旧型なんですよ。サイズを見てもらうとね、一目瞭然で、半分ぐらいの大きさになったのかな。かなりね、コンパクトにこれなったんですよ。新しいやつが。で、さらに、オプション代金払うとですね、液晶が有機EL になっているので、わかりますかね？見やすさが全然違いますよね。非常に見やすい、ものになっております。だからもしね、購入される際はですね、ヤフーオークションから購入ができるんで、リンクは概要欄に貼っておきますけれども、ぜひね、そちらを見ていただければと思います。で、今、二股使って、いつもこっちのレーダーの方と、これ、両方OBD2 二股して使ってたんで、その二股の片っぽをこっちにつないで、今両方ね、表示してます。で、これがね、78って書いてあるのが今バッテリー残量、数値化してくれてます。で、その下ね、23って書いてあるのはアンペアですね。今充電中です。充電中に撮影してるんで、今22アンペア電流が流れてるっていうことですかね。これ水温計、エンジンの水温です。で、これはトルクかな。右上はエンジンの回転数。で、さらにですね、ギアをニュートラルにすると、トルク配分が見れたりもするんですよ。はい。で、アウトランダー PHEV、これ専用ってことに一応なっておりまして、ガソリン車はね、適用でないということですね。PHEV 専用ということで、ちょうどね、この、見えるかな、ちょうどここのとこに OBD2 コネクターがあって、そこにコネクターを挿すことによって、もうそれだけで情報が見ることができます。こんな感じで説明書もね、付属されてます。どんな制御はされてるかとかね、どういう風な情報が見れるのかとかですね、どうやれば低燃費で走れるのかとか、そういった説明書も細かく一緒に来ますので、ぜひね、ご購入されると面白いかもしれないですね。はい、これ見てもらった方が早いですね。はい、出せたらね、ちょっとこの辺出してみましょうかね。この辺に出せないかな。表示内容は、まずね、フロントのモータートルク、あとリアのモータートルク、ニュートンメーターかな、単位はね。あとエンジンの、エンジン軸駆動トルク、あと、駆動力分配比、FF 時は100、FR 時は0、単位はパーセント。あと、電池のセルの、最高温度、単位は、度 C ですね。あとセル間の温度のばらつき、何セルも入ってますから、セル間の温度のばらつきも出る、見ることができます。あとクラッチ状況ということで、アウトランダー PHEV は、バッテリーで走ってるときはエンジンは基本的には発電に特化してますから、70キロ以上になったときにクラッチが入ってエンジンがやっと駆動になるということで、そのクラッチのオンオフが、表示されるようになっております。これ今言ったニュートラルにした時に表示される方ね、駆動力メーターっていうのかな、駆動力モニターっていうのかな。で、それ以外に、SOC、バッテリーの、充電容量パーセントで、見ることができます。あとエンジンの回転数、バッテリー電流、エンジン水温、エンジントルク、クラッチインジケーター。クラッチが入ってる時は、オンになってる。テカテカ点滅するんですよ。
で、エンジンオンになっている時の、低燃費の表示、要は今低燃費で走ってますよって時も、LED がね点灯するようになってます。あと EV 走行時、低燃費、表示ランプとかですね、あとまあ電源スイッチかな、そんな感じになっております。説明書はね旧型の大きい方が載ってるんですけど、中身はね一緒ですから、はい、こんな感じでアウトランダー制御の豆知識とかですね、使用方法とか、本当ね説明書が非常に細かく、作られております。これ個人でやられる方が多分自作されて作ったのかな、なんかそんな感じがしているんですけど、本当にね個人売買で購入するような感じなんですよ。新しいアウトランダー PHEV はこのマイナーチェンジ後からの自分が乗ってるやつからですね、回生ブレーキを B5 にすると自動的にブレーキランプがつくようになってます。ただ前期モデルは、B5 にしてもブレーキランプがつかなかったっていう問題がありまして、要は危ないっていうのがあったんですね。なので、古い PHEV、初期型か乗られてる方はですね、B5 ブレーキランプに、接続することによって B5 にした時にランプがつくように、このハイブリッドモニターをつけるとですね、できるんですよ。だから初期型乗られてる方は、そういった意味でもこれ取り付ける価値はあるんじゃないかなと思います。で、長々なっちゃうんでね、簡単にこれをつけてみてどうだったかなっていうと、ここのインフォメーションディスプレイあるじゃないですか、正面のね、メーターの真ん中にあるインフォメーションディスプレイ、あそこだとバッテリーのメモリがゼロになったとすると、実際の容量って25% ぐらいかな、確か 25% になると全部なくなるんですよ。でエンジンがかかるタイミングって 28% になるとエンジンがかかるんですよ、基本的にはですよ。そういった制御の、見方が分かったので、だ実際は大体3割ぐらいインフォメーションディスプレイでバッテリーがなくても3割ぐらい残ってるっていう感じですよ。とかね、これを見てると本当にね、PHEV の制御はなんとなく分かって面白いです。あとは高速道路とかでベタ踏みすると、70キロ以上だとチャージモードとかにしてると、ほらエンジン駆動、クラッチ入ってエンジン駆動でほぼね FF で走るんですけど、アクセルを強くしていくと、モーター駆動がさらに加わって、ベタ踏みするとクラッチ切り離されてモーターで加速するんですよ、はい、これ、ね、試してみてください。スピード出しすぎはダメですけどね、そういったのもね見れて結構面白いです。ということで、話がね長々なってしまってちょっと申し訳ないんですが、あと下の概要欄の方に Yahoo のリンク貼っておきますから、そちらを見ていただければと思います。で注意事項としてはですね、フィットのハイブリッドモニターをメインでなんか取り扱ってるのかな、ちょっとわかんないんですけど、PHEV 用のモニターがですねオークション出てない場合がございます。その場合はフィットのハイブリッドモニターの方の質問欄の方に質問をしていただければですね、メールで直接やり取りしてご購入することができます。ちょっと確認取ってですねメールアドレス載せてもいいということであれば、メールアドレスも概要欄に載せておきます。一応 YouTube で、紹介していいという許可はねいただきましたので、ご紹介させていただきました。こんな感じで、ハイブリッドモニターですね、こちらもですねアウトランダー PHEV 用のハイブリッドモニター、こちらのご紹介をさせていただきました。こんな感じですね、アウトランダー PHEV 関係のパーツですとかね、ドローン関係、カメラ関係、車関係は言ったか、いろんなことやっておりますので、もし他の動画を見ていただいていいなと思いましたら、チャンネル登録下の方からしていただけるとありがたく思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日も長々とご視聴いただきましてありがとうございました。PHEV モニターマジでいいですからね、値段もそこそこ安いですし、PHEV 乗られてる方はぜひ取り付けていただいた方がいいかなと思います。ちなみに OBD2 の二股もですねその方に言えば、買うことができますから、何でしたっけ、レーダーとか使われてる方も OK です。でもう一つ今つけたいなと思ってるのは PHEV のポジションランプをデイライト化ということで、ちょデイライトなんてね若干もうちょっと遅れ気味ではあるんですけど、やっぱ安全性考えると昼間もねちょっとポジションつけてた方が安全だなって思う時もやっぱ多々あるんですよ。なので、ちょっとねポジションランプのデイライト化したいなと、思ってはおります。またそれも時間があればねご紹介したいなと思います。ちなみに外国向けの PHEV はデイライト化されてるらしいんですけどね、はい。